パロパロは日本の独立行政法人産業技術総合研究所が開発したアザラシ型ロボット。2002年にギネスブックから世界一の癒しロボットとして認定されている。三相検知能システム研究部門で1993年に始められた癒しの動物型ロボットの研究の成果として開発されたエンターテインメントロボットである。パロ自体は同研究成果の 第8世代にあたる。長さ57センチメートル、重さ約2.7キログラムで、縦ごとアザラシの子をモデルにした、ぬいぐるみのような外観をしている。約55の単語を識別することができ、個別の名前をつけるとそれに反応するようになるほか、声をかけたり撫出たりすると、約20種の鳴き声で答えたり、まぶた、頭、前足、後ろ足を動かして反応する。このほか、 目に相当する部分は明るさを検知しており目の前でフラッシュを焚くなど強い光を当てると瞬きするなどの反応を示す。基本的に充電式でおしゃぶりの形をした電源アダプターを接続することで充電されるが充電中も動作させることは可能。動物的な反応を示すパロと触れ合うことでアニマルセラピーと同様の効果が得られるとされる。特に アニマルセラピーは心理的なストレスを軽減させたり、あるいは精神的な交作用が期待される。しかし衛生上の理由で生きた動物を連れ込めない場所や生きた動物を飼うことが困難な人のために、同ロボットの研究開発が進められ、実際のデイサービスセンターや介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、小児病棟、児童養護施設などで、 多くの試験を時間をかけていった。これら調査と試験の結果により、衛生、安全性、信頼性、耐久性、メンテナンスの容易さなどの面で改良された成果だと言う。これらの調査により、効果のほども確認されたとしている。学習機能で扱いに応じて正確に相当する、動作の優先順位や反応の度合いが変化し、これらは頭、顎、背中、脇腹、 前後肢に各々組み込まれた触覚センサ、顔の両端に伸びる髭のセンサ、目の光センサ、姿勢センサや温度センサにより扱われている状況を認識する。音声はマイクロフォンで聞き取る。産総研が設立した株式会社知能システムにより2005年から日本国内で販売が開始されており2008年4月までに1000体以上が販売され、主として 高齢者向け施設や病院などで利用されている。価格は35万円。また、アメリカ合衆国でも販売されている。実物は2005年に愛・地球博で展示されたほか、日本科学未来館でも展示されている。ぬいぐるみ部分は抗菌性の化学繊維からなるフェイクファーで、手触りは気毛の長い毛布に近い柔らかなものである。 大きさ自体は性病化性犬の小型犬より多少大きいくらい。重みは 2.7kg と同サイズの縫いぐるみに満充電状態での連続動作時間は1.5時間だが、前日の一般向け販売価格は35万円であるが、これとは別にメンテナンス費用込みの42万円のセットがあり、機器としては同一だがメーカーが購入後1年目と2年目をめどに、 バッテリーの交換と、縫いぐるみ部分のクリーニング、動作確認と、内部機構に異常がないかの調査を行うとしている。同社リーフレットを参照癒しロボットが、米国デビューイコールアザラシ、パロから、初の海外販売時ジ,ジドットコム、2008年4月9日、同日閲覧アザラシ型、ロボットパロ、アメリカ仕様を、販売開始日本貿易振興機構しかセンター。 および知能システムのプレスリリース。2009年11月5日、2011年6月14日。閲覧。ありがとうございます。